そして間もなく午後の練習時間が。もし来なければ即刻帰国。先生がその事情を子供たちに説明すると、みんな外へ。そして先生も子供たちと共に肌の来るのを待つ。午後の練習まであとわずか。しかし肌はまだその姿を見せない。彼女は果たして来るのか。その残された可能性の 1% にかけて。来てください。するとそこには確かに肌の姿が。起きた。幼くも強くたくましい子供たちが流した彼女のための涙。そして再び戻ってきた肌を温かく迎えてくれた林先生。好好練習就行啊。しかし今彼女はその 1% に全てをかける決意をした。大車輪発表の日まであと18。林先生にも笑顔がこぼれ始める。初めて褒められたかも。嬉しい。無駄じゃないよね。頑張ればきっと大車輪できるよね。残された可能性に全てをかけ、今まで以上の過酷な筋力トレーニングに耐える。あ、すごい大変よ。あ、すごいよ。うん、なことやってる。鉄棒では許された時間の全てを使い個人練習がスタート、そっか、太もも休む時も練習するか。やだ、こうして日々猛特訓を重ねること4日間。林先生にも笑顔がこぼれ始める。初めて褒められたかも。嬉しい。無駄じゃないよね。頑張ればきっと大車輪できるよね。学院生活18日目。なんとこの日は月1回子どもたちの気分転換として設けられている課外授業の日。今日はこの門から出るのが初めてなんで、ちょっと本当にワクワクしてます。そしてそれは肌にとって決して忘れることのできない長い一日の始まりでもあった。どこに行くんだろう。期待に胸を膨らませ、いざ出発。電車だ。電車、電車。鉄棒に触れないのはちょっぴり不安だけど、人間たまには息抜きも必要だよね。うん、そうだね。気分転換も必要ですね。楽しそう。電
車で1時間着いたみたい。月1回の課外授業、果たしてその内容は。の最も有名な山の一つであるここ泰山。彼女が目指す頂上は距離にして10キロ。しかもその道のりは全て階段で作られており、その数なんと6660段。登りたくない。しかし羽田はそれを知らされぬまま午前9時登頂開始。朝9時なんで似合うかな。久しぶりの外の空気とあってか、彼女の顔に笑顔がこぼれる。一休さん。しかし登頂開始から2時間。どこまで進むんだろう。40度を超える猛暑の中、進むにつれ険しくなるその階段の前に徐々に表情もこわばる。でも負けたくない。一歩一歩でいいから登りたい。疲れた。3時間レイラ加油。もう加油。对，加油。弟弟，快，帮帮嘞！跑步上来，跑步上来。頑張れ。こうしてみんなに励まされながら歯を食いしばり登り続ける肌。いや、そんな疲れちゃったな。おお、スマホやどうよ。いや、5時間。登頂開始から6時間。なんか門が、あれがゴール。ついにその頂上が見えた。ゴール。足が痛い。この時羽田の体力はすでに限界を超えていた。そしてこの後、肌に泰山を登り切った者だけに与えられる素晴らしいものが。それは泰山呢，这历代的皇帝哈，他每年都来上这来干什么？祭拜，多少祭拜？そう、中国の歴代皇帝たちがその国家権力の象徴とし、自らの願いを叶えるべく登った山。それがここ泰山なのだ。可能实现大自天大车轮大千里。哎
苦しかった山登り。その山頂で知った先生の思い。その思いは今、大車輪へと向かう彼女の心にさらなる力を与えたのだった。